どうもどうも。ペスさん、ありがとうございます。サプライズで。サプライズ、ガチのサプライズ。いや、さっき危なかったっすね、バレそう。そう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 。見て、そう、いつもありがとう。いや、かわいい。じゃ一緒に歌って入ってこうね。あ、そうですね。バースデーツーユー。ハッピーアソーマー。オッケー。はい。ソーマさん、カルビさん、はい、ここでですね、はい、大物 YouTuber の方が、え、サプライズで駆けつけてくださいました。いやー、なんか雰囲気的に、でもこれ BGM 的にってことじゃない？あの、皆さんよくご存知の、え、ご登場いただきます。はい、お願いします。ハッピーバースデー。大物 YouTuber だった。マジっすか。大物 YouTuber だった。あー、すごい。なんで確かにめっちゃ人気でしたよ。やった、嬉しい、めっちゃ嬉しい。いや、すごい。エサ会えて嬉しい人。わあ、すごい。ちょっと後ろの方も上がってるんで。はい。ちなみにですね、はい、あの、相馬さんに緑を基調として。あ、ありがとうございます。ちゃんとお花もいただきました。はいはいはい。すごい、かわいい。いや、嬉しい。いや、実はちょっと話します。せっかくだった。確かに確かに。どうぞ座ってください。いいの？いや、いいっす、いいっすよ。座ってください。座ってください。すいません。そうですね。いやー、すごい。まさか、エイスさん参戦ってね。じゃあ、僕もこうしますね。いや、いや、いや。しかも、一個近くにあるやん。あった。ごめんなさい。気づかなかった。確かに、ちょっと用意してたんだ。ピースで大丈夫ですか？ピースでいいですか？はい、じゃあ行きます。3、2、1。はい、どうぞ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。動画なんだよ。ねえ、もう時間ない。動画なの。あ、もうすでに次の日って。いや、イベント大成功でしたね。あー、ありがとうございます。本当に2人は。いやー、本当にね、これどこまで撮ってたんですか、これって。エイスさん来てからずっと撮ってました。エイスさんが、来てくれて今から突入しますみたいなところと、気持ち悪いエイスさんも撮ってます、ちゃんと。あ、気持ち悪いエイスさんは撮ってない。え、撮ってないんすか。あぶねー。逆にどこまで使ってたんですか。若い子を前に数波してた。あー、そこ撮ってないんだ。それは、まあ、来てくれた人だけの、あれ。あー、そうだった。スペシャル、スペシャル。なんか本当につくづく面白いとこが撮られないですよね。なんかカメラに、なんかめっちゃ面白いとこ、なんかね、何の因果なんですかね、本当。なんか俺らだけ面白いとこ見れちゃってて。でも本当ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。おかげさんで盛り上がったんで大成功でしたね。まあ、一部から来てくれた人は特にやっぱエイさん来てくれて、やっぱ違いが出てよかったっていうのは。でも二部から来てる人は邪魔って思ってたかもしれないですけどね。あ、そう？来たよ、めっちゃ。そんな嘘に決まってんじゃん。ですよね。だってもうエイスさんと撮れないんですかみたいな写真の人も一人もいた。あ、あの、いや、エイスさん手挙げた二人は本当に撮りたかってました。でもロケマス欲しいっす。なんでふざけんなよ。あれ、ロケマス欲しいのかと言ってたじゃん。あ、確かに。あ、どうしよう。違うわ、じゃあそれ違う。俺とロケ君がワンちゃん仲いいと思って。あこじらせようとしてるんです。ロケマさんのところね、今日行ったって言ってたもんね。うん、あ、行ったんだ、はい、行ってこっちも来たん。そうです、当日券が、はい、もしかしたらエイスさんがいるかもしれないからって嫉妬させに来たんじゃないですか。だからエイスさんは来たって連絡しとこうかな。
いや、まあ痛い目見そうなんだよね。ちなみに21歳って言ってました。うわー、はい、20個さ、子供だろ。息子の娘だ。確かに娘。いやー、あれおもろかったな、本当に。なんかね、イベント中にこれ見てない人、はいはい、あれなんですけど、見てない人わかんないですけど、そうそう、なんかイベントの最中に A さんと付き合いたい人本当に手を挙げてくださいって言った2人 ね、2人とも若くて、うん、綺麗でしょ、可愛いでしょ、いや、本当に可愛いでしょ、確かに確かに、でもあの背高い子の子いたじゃないですか、うん、もうチェキ帰って速攻、え、でも私相馬さんが一番好きって、うん、ごめんな、じゃあ1人、うん、え、でもその1人がロケマサオシ、うん、はい、ゼロだから多分盛り上げに来てたんですよ。え、じゃあ何、俺さ、あの時のさ、自分気持ち悪いなと思ったんだけど、本当に気持ち悪い目で見てたじゃん。俺本当に気持ち悪かったじゃん。いや、あの時の、いや、あの時のエースマジで本当に気持ち悪かったじゃん。俺がやってて、もうその2人の顔の温度感見て、あ、俺気持ち悪いんだ、実感したんですけど、いや、だって、あれですよ、これエイさん、本当にモテてるじゃないですかって言って、本当にエイさんのことを2人もかっこいいって言ってますよって言ったら、エイさんピースしたピース、確かに何か、いつもだったらいやとか言うのに、ゆっくり、ね、ゆっくりそうですね、あれおもろかったな、情けない、用意しとけばよかった、そういう、いや、今度サムちゃんでやりたいね、やりたい、やっぱエイスさんの合コン企画はやるべき、そうですね、確かに、うん、エイスさんとトッシーと指を誰が一番モテるのかっていう、あ、そこにねじ込む機会を、いや、そうですね、サムさんの合コン組みますよ、うん、あ、熱いな、そうっす、で俺と相馬はあのおじさんに見てね、はい、それ見たいわ、だったら何かやってとか指示欲しいわ、ああいうなんか、いや指示ない、ね、ない方がいいですよ、それ見たら俺らはうまい酒飲める、そう、なんかあの二人はグイグイ行きますからね、Aさんグイグイ行かないと結構爪痕残せないんですよ、置いてかれちゃうんです、置いてかれちゃうんで、あの、こんなんやってたら絶対無理っすよ合コンでこうやってたらそこだけ、いやでも本当ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、じゃあちょっとまた今後ともよろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします。